はじめまして、おはようございます、こんばんは、こんにちはかわからないんですが、 YouTube 野良猫の物語の古本を、ご視聴いただきありがとうございます。本日は古本ヒストリーをお届けいたします。今日の野良猫物語の古本は、私古本について、紹介させていただきたいと思いまして、今日は私の、自分でお届けしたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。古本自己紹介。私自身発達障害を持っており、様々な悩みに直面してきました。障害に関する情報が不足しており、困難に直面しました。幼少期に辛い経験があります。それを紹介したいと思います。古本ヒストリー。私自身が知的障害者、発達障害者で、小学校1年生から2年生まで通常学級にいました。しかし授業についていけず、専門機関と話し合い、障害児学級に転校しました。ですので、障害を悩んでいるご家族、お子さんだからこそ、職場、学校、地域社会に障害者について幅広く知ってもらうために活動をしています。野良猫物語の古本について。活動内容、動物や知的障害についての取材、障害やそのご家族の心のケア、障害者の交通機関における乗車料金やバリアフリー情報を考慮した乗り換えルートなど、交通を円滑に利用できるよう移動手段のリサーチ、娯楽施設の障害者向け料金を調べ、 YouTube コンテンツ共有または依頼者に連絡をします。YouTube をご視聴していただき誠にありがとうございます。今後の野良猫物語の古本の目標3つお答えしたいと思います。まず1つ、障害者に関する情報を集め、障害者の生活に役立てていくが1つ。2つ、 YouTube の活動を通じて障害者だけでなく一般の方にもご理解していただくことを目指すが2つ。3つ目、障害のある動物に関して多くの人の理解を深めてもらう取り組みをしていくが3つです。YouTube をご視聴していただきありがとうございます。いろいろなコンテンツを考えたり、もしくは依頼者様のご期待に添えるよう頑張りますので、 YouTube のチャンネル登録、高評価、フォロワーをよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。